日本大学日本大学松戸史学部大学院松戸史学研究科日本大学松戸史学部は史学を教育研究する大学の学部であるまた松戸史学研究科は史学の理論及び応用を教育研究する大学院の研究科である略称として日大松戸と言われている公門前日本大学松戸史学部は1971年 時の私学博士、医学博士である、鈴木マサル日大総長によって開校した、日本大学松戸歯科大学を起源としている。その後、日本大学と合併、歯科大学から学部に改組し名称を、松戸歯学部に改称した。千葉県松戸市に校舎を構えていることから、東京都千代田区神田駿河台に校舎がある、日本大学歯学部、大学院歯学研究科と学部の名前を、 区別するために地名が学部の冒頭に付けられている。私学教育においては、現代の高齢社会に適応する障害者歯科学、高齢者歯科学を廃止、食育に必要な栄養学の教育も行っている。6年間は医療行動科学を置き、対人関係能力の向上や医療人として全人的な歯科医育成を行っている。 以下が日本大学松戸市学部に置かれている付属施設である。松戸市学部を卒業した全国の同窓及び地域の歯科医療関係者を対象に歯科医学に関する学術の発展と研究活動を目的に2001年に設立された。教育研究所の目的、松戸市学部。 <ッ> h t t p w w w m a s c a t n i h o n u a c j p i n f o p シ r p ー s ス h t m l 2 0 1 5年11月20日閲覧。日本の高校医学を支える。日本大学高校科学会。 http://www.mascat.nihon-u.ac.jp:/nusos/index.html2015 年11月20日閲覧。ありがとうございます。